キーカードはあのゴブリンの餌と軍属わらぶの突発ですからね、うん、ああいうカードで展開できると、あ、突発ありますね、展開できると、まあ、リアナにも落とされたりとか軸も当たらないので、さあいよいよ決勝戦がスタートです、はい、まずは道谷選手ソイの速走を、これはあ、これはタッチの都合ですかね、うん、タップインランドを持ってこなくちゃいけない、なるほど、ここではまだ打たないと、そうですね、ただこれはこの1ターンのラグもかなり大きいですね、うん、三ツ矢さん毎ターン毎ターン展開していけば1体必ず打ち戻してしまう展開になってしまうので、うん、そうなった時に残った1体がライフをガシガシ削っていきますからね、うん、はい、ところで、さあフロンティア新挑戦者決定戦カバレージページも公開中ですので、ぜひ合わせてご覧ください、はい、さあ2ターン目は沼を置いて、うんうん、三ツ矢さん火力がちょっと多めに見える、うん、見えますね、まあ、火力が多めなのはどうでしょう、はい、火力は序盤にやっぱ多いのはあまり良くない展開ではありますね、うん、序盤は本当にクリーチャークリーチャーって動きが一番やりたいので、うん、ここはちょっと難しいですが、はい、ここでソコマ同士ですね、これはでもこれは悪くないですね、そして軍属わらべの突発も何枚か見えますね、はい、ありますね、松田さんこのターン難しいですね、うん、リリアナ出すと実はリリアナは落とされてしまうので、さあここはメインで、はい、ここは匠の軍力、はい、まあ、あれだけであればクロックは低いので、うん、このターンに打ってしまおうということですね、うん、このターンに打っていくということですね、はい、でも土地を求めに行っているのかな、さあ不許可と匠の軍略を捨てて、お、本質のテキスト引いてますね、3点ドレイン、うん、これは有効ですね、かなり、ね、はい、このデッキに対してリアナとテキストがあって青い巨人もあるので、これはかなり、うん、まあ、フェアとしてはすごいいいですね、うん、土地がないのがネックですね、うん、土地を順調に引けるかどうかでかなり決まりそうですね、で軍属わらべの突発ですね、さあそして加冠して一気にダメージを増やしていきます、プッシュがさらにもう一枚ありますね、ありますね、あ、打ってないのかプッシュ、あ、そうかそうか、持っていたプッシュをここで、これでリリアナが出てくる感じですね、でもリリアナは乱撃山を合わせて下ろせるので、うんうん、まあ、一進一退という感じですね、うん、まだまだ五分の場、はい、ということですね、あ、人が止まっちゃいましたね、これはかなり厳しいですね、ここで手札当たらば強いから、まあ、少し止まるぐらいだったらまだコプターとソンコンマ同士、うん、ここは当然リアナ落としていく、そうですね、形でしょうか、コプター出して乱撃山を使ってリリアナを落として、うん、はい、で密輸人の回転置き、そうですね、さあ一昔前のスタンダードではよく見られた、よく見られたというレベルではないですね。そうですね。勉強したレベルですね。このフロンティアではオールオーケーと。このターンもなかなか難しいですね。あ、でもコプターもう一枚引いてきた。これだったら、まあ、乗っても良さそうですね。うん、これ持ってなかったらコプターもう一枚引いてなかったら2体で殴るのが丸そうなんですけども、うん、もう一枚あるんだったら、まあ、除去を出してしまってもいいかなっていう、うん、考えになるかもしれないですね。この回転機軍属アラブの突破とも非常に相性がいいですね。そうですね。チーチトークンが三三になってくれるという、あ、でもここはここアタックですね。はい、ケアしてこれもすごい、はい、いいプレーだと思います。ここはまあコプターをあの2体同時に動かすことによってどっちかしか除去なくなってしまうので、うん、はい、あ、これでも打っていきましたね。なるほど。はい、ここはもうすぐテキスト打ってきますが、これは狙い通りと、はい、そうですね。ちょっとまあ未成参加者は嬉しいぐらいかもしれないですね。うん、回転駅を動かすカードも持っているので、うん、ここはここで損魂魔導士回転駅と一気に展開していきます、はい、ここはちょっと難しいのがここでの、まあ、持ってないんですけども水密を立ててしまうと三瀬さんのハンドにはもうクリーチャーがないので、うん、実はこのカード元気よく4枚目を切ったということはこれは水密ありますね、 あるの、あ、ありますね、これはそうですね、それがここで水密、はい、ソンコマ同士は絶対乗るので、ここは
出さなくてもよかったかもしれないなというのはね、なるほど、ちょっとはい、思っていたところですが、さあクリーチャーなんとしても引きたいが、ここは引けずと、引けず土地を置くかもまた難しいですね。かき立てる炎のために、そう、炎を打つか、まあ、クリーチャー引くか待つかみたいなところなんで、ここもなかなか判断に迷うところですね。あ、一旦遅れてきたんですね。これがさっき引いていればもうベストムーブでしたね、はい、ゲームに勝っていたレベルだと思うんですが、この一旦のズレがいい感じになってますね。これは虚空の粉砕でカウンターされます、はい、松田さんの手にはカウンターがもいっぱいあるので、うん、不許可、はい、不許可、あ、でも1枚だけか。そこで匠の軍力、はい、ここで島を引きましたね。土地ですかね、はい、不許可を構えつつ土地を伸ばしていきます。はい、ケラルキーパーいいカードですが、不許可で、これは不許可、これも対処。ここで土地が引かれてしまうと、もう青巨人が出てきてしまう。あ、ここで6マナ揃ってしまったと。はい、金属アラブの突発を引いているんですが、ズルゴですね。ズルゴですね。ズルゴも打ち消されてしまい、ここは、まあ、まあ耐えるっていう選択肢もありますね。うん、もう2アクション取れるまで待つっていうのもなくはない選択肢、うんうん、も結構あるかもしれないですね。うん、ただまあさっきのターンもプレイしているので、多分もう一貫性的には出していくのがそういう感じになるんですけども、うん、ね、6万のオープンで返しているの絶対に青巨人ですからね、うん、三橋さんもすごい難しそうに3枚、お、でも我慢しましたね、うん、はい、青巨人が絶対あるんだったら、まあ、ここは出さんと、はい、まあ、構え合いですよね、うん、まあ、この仮面に関しては三橋さんがちょっと有利ですね。なるほど、なるほど。と言いますと、やっぱり2枚展開するだけで三橋さんもいいので、うんうん、2枚展開すれば、まあ、どうやっても青巨人ではあと思ったらで均衡を破る、はい、記憶探索、そう、松田さんの引いていいカードって、まあ、実質これだけあったんですよね、うん、こういったドローソース、まあ、5枚しか入ってないこれだけに対して三橋さんは、まあ、その 何十枚も入ってるようなクリーチャーだったので、うん、枚数的には三橋さんがすごい有利だったんですが、ここで一発積もですね。ここで引いたのがシルムガル、リリアナ、そして青巨人と、素晴らしいですね。そこにシルムガルがあるのはもう素晴らしいですね。そこで加えたのはお1点ゲイン、これもちょっと地味に効きますよね。そうですね、1点ゲイン、まあ、シルムガルはしますよね、はい、さあここで漂うしシルムガル、まあ、しょうがないから本体に4点打つしかない。今回の松田さんの快進撃を支えていると言っても過言ではないこのカードですね。もういいカードですね、うん、14、さあこのジュゴンと、はい、しく鉄壁のブロッカー、ここでズルゴ、ズルゴ、ズリによって2体ズルゴがちょっと辛いですね、ズルゴは一応なんかさっきから一旦出てますね、期待カードが本当に残念な。ズルゴは出さず、これはもう本体、え、出さないのか、はい、アタック、16、さあくまでも俺の機械巨人、この構えを崩さない松田選手ですね。はい、血を置いて回転浮きを出す、まずさせ、まずズルゴを出して、これはもう今さらカウンターする必要もないので、うん、で登場、アタックしてからですね、ルーティングはもういいでしょうと、うん、難しいですね、
プしてコプターを破壊、うん、本体には8点分の火力がありますが、さあここで機械巨人、残されたターンは実はもう2ターンしかないんですね、うん、これは当然、はい、あここはそれに回復する手も一応あるんですかね、うん、時を超えた探索という手ももちろんあると、うん、はい、ですがここで一気に6点火力で、そこで本体に移っても残りターン数的にはちょっと難しいですね、コプターが通れば一応チャンスあるのかな、うん、いやないか、ではうん、あでもシルムガルが立ちましたね、これはむしろチャンスかな、うん、これで一旦ターンが生まれたので、うんうんうん、ちょっと火力を引ければ、あ火力引いてますね、なんで、まあ、コプターが通った場合一応勝つ目が生まれました、なるほど、まあ、ここはもう出していくしかないですからね、うん、ツルゴをしかして青巨人がもう1枚あるのか、なるほど、はい、さあ青巨人どうすんの、さあここには本質の適質、はい、乗ることを許す、このサンライフがこれは非常に大きい、このサンライフゲイン、はい、しっかりとコントロールしきって松永さんの勝ちですね、はい、そしてアタックと、さあ1本目は松田幸男選手が勝利となりました、はい、今の試合のターニングポイントは損駒同士を出すかどうか、あそこだけですかね、なるほどなるほど、もしあそこ出していなかったら、まあ、一応噛み合って何度かゲームが変わっていた可能性があるので、まあ、今難しい部分なので、まあ、結果論ではありますけども、うん、でハンドが、さあいよいよ2本目がスタート、マリガンチップですね、強さんは土地が1枚、即マリガンですね、がそうですね、1枚引けるとすごい強いハンドだったんですけどね、うん、やはりまあ1枚引けないとでもやばいハンドだったので、まあ、しょうがないですね、そして松田さんはもう秒で7枚キープですね、さあいよいよフロンティアシーン初の挑戦者がこの決勝戦で決定するとになります、さあトリプルマリガン、まあでもこれはもうやるしかないでしょうね、反応的にはもう強くないんですが、おということはトップはフィッチランドか山かですかね、ダブルマリガンでしたですね、はい、さあ霊気体が今見えましたね早速噂の、はい、まあ、とはいえこれちゃんとゴブリンの餌を打てて、まあ、火力も持っているので、まあ、展開としては全然悪くないですね、うん、むしろここで土地が引けていけば土地土地というふうにもしドローできると、うん、それだけで勝てるぐらいにはなるほど噛み合っている反応であると思うんですね、マサさんの反応が、まあ、除去と霊気体になっているので、うん、まあ、その除去は餌には効きづらく、うん、そして霊気体も除去られてしまいということなので、うん、まだ全くわからない、そうですね、はい、さあ森か山かで悩んでいますが、うん、ここは森を、はい、まあ、そうですね、森の方が丸そうですね、ここでドラゴンでした、はい、豚小屋トークンを出して、はい、じゃあさん所属するチームですね、はい、ここはタップインですかね、なるほど、ここはやっぱり歴代が2ターン目に出てこないというのはちょっと助かった、はい、そうですね、展開でありますね、この2点もまあほぼ確定しているので、うん、ここで土地ではないが、新コンマ同士をドロシャに見えましたか、これは考えてますね、通すかどうか、うん、違うのかな、はい、出していきますね、はい、でまあ、フェイダルプッシュを打って、うん、はい、ここで才能ある霊気体と、さあ
ます、はい、カレル行きたい。ライトニングストライクあるのでここで土地が一番望ましいですが、ケラルキーパー、うん、まあ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 といったところで、はい、まあカードがすごい強いので、うん、悪くはないドローですね。さあ巧みな軍略でカードを探していきます、はい、ここはリギアナかディグか、ディグがありました、ディグがありましたね、はい、即という感じで変えましたが、はい、フェッチランドでもう出てしまうと、うん、引いたカードは土地ではない。手に入れて今ケラルキーパーがあるので、うん、ここで土地をめくってくれれば、さあめくれるか、あスカレット誰かの命令ですね、失礼しました。ダ、はい、ルカレットの名前の元となっている本ではないですね、はい、このカードがあるからこそ緑が入っているそういうカードですからね、うん、逆に言えばこのカード以外の緑はほぼ入ってないですからね、うん、それぐらいには強いカードということです。さあここで時を超えた探索、はい、非常に強力ですね。もうフロンティアの代名詞ですね、うん、はい、1枚2枚とこれもスッと加えましたね。そうですね、シャッフルはしませんよと。リリアナ強い、そして土地を置いて一見するとカウンターは構えていると、うん、非常に嫌な感じですよ ね、 そうですね、動きづらい、はい、ここは打ってきましたね、引き立てる炎で即除去、はい、これいいですね、はい、逃げ手にも怯えることなくちゃんと。そし て、 おアフュージア持ってないんですね、うん、アフュージアはフェードアウトしていたと思うので、はい、これは若干嬉しい展開ですかね、三谷さん。そうですね、火力もまだあったように、うん、サイコカル霊気体ですか、軍属はないか、ないですね。これはドラゴンの餌を追加で、はい、ということですね。殴ってきたら全部でブロックするしかなさそうですが、まあ、とはいえ状況2枚使わせられるから悪くないですね。枚数的には損はしていないので、あ、でもスルー、なるほど、あでもこれは全然いいですね、うん、土地さらに山さえ引ければさらに3体トークン出せるので、うーん、残念、しかし土地じゃない、これは苦しいですね。このターン出せると、まあ、ダメージレス的にもプラスになれたので、そこはオールアタック、うん、火力をちらつかしつつというところですかね、うん、そうですね、マドロさんもあまり打ちたくないんですけどね、ここに。でも打つしかないかなと今考えているところですね。ここは本質の適質を、はい、グラスプですね、はい、まあ、そうですね、損魂魔導士出してそこにはマウトーと。どうですかね、三谷選手も、はい、まあ、青巨神が今出てこなかったことでちょっと、そうですね、安心した感もありますかね、しかもディグするタイムも打ってないし、うん、でまたあのハンドリアも除去しかないっていうことが分かりましたからね、うんうん、まあ、除去と土地だけ、カウンターもないっていうこともあるので、場所にやりやすいが、ここで、ここで一発探索ディグスルータイムを引いてきましたね。これは凄まじいですね。6枚追放して2マナで時を超えた探索、カリタスとかが来てしまうと、さあ今ちょっとシルムガルが見えたような、シルムガルはサイドアウトしなかったんですね。そうですね、最も信頼性の高いカードですからね。Aさんの決勝もこんなんだったなという感じもありますけども。そうでしたね、土地もなく、ここはもう、まあ、
ゴーするしかないですね。うん、誰かの命令で一応サイズを上げることで、まあ、ある程度ね倒すことはできるんですよね。うん、プラス1プラス1とゲインができないモードをすることによって、ここで最も見たくない漂うしシルムガル出して5を、ね、動いてしまうとトークンがもう、はい、あ遅すぎるライトニングストライク、土地がない、これは、はい、道を殴ってきた後に全体プラ1モードと負け回復できないモードですかね、そして、まあ、カリタスは全部チャンプしかないか、全部チャンプとかで、そうですね、延命を図る、はい、あ前だけ来たか、もうリスクを全く動かさずに、うん、プラス1を、はい、まあ、ここは全部投げてもそうでしたけどね、あんま変わらないので、これなんとかトークンを生き残らせる内田選手ですね、はい、そうですね、当然3点も、はい、ここはじゃあもうスルーして、がここで打ち打つ触手反撃の目をもう完全に詰め取っていきましたね。ここでようやく土地をでグッドコラブの突発がプレイできるかと、はい、ところなんですが、シルムガルが、ね、はい、はいというわけで、フロンティア新挑戦者決定戦決勝勝利したのは松田幸男選手でした。おめでとうございます。がっちりでしたね。そうですね